今日の試合、まずパリパラリンピック競泳銅メダリスト辻内彩乃さんの始球式が行われました。会場は拍手に包まれました。さあ試合です。まずはジャイアンツ菅野の立ち上がり、ランナー出しましたが4番のオースティンを空振り三振、初回無失点に抑えます。一方ベイスターズの先発大貫、圧巻の立ち上がり、丸、オコエ、そして中山ライトを3者連続三振、こちらも無失点で切り抜けます。そして2回の表、ツーアウトランナーなしからこの森の打球、ライト浅野、ファインプレーを見せます。菅野を援護します。その裏、ワンアウトランナー2塁、チャンスで浅野、ただこの当たりはライトフライ、ジャイアンツ先制とはなりません。そしてその後門脇見逃しの三振、そして3回裏もランナー3塁、ツーアウトの場面でオコエ見逃しの三振、なかなか大貫から得点を取ることができませんジャイアンツ。そして5回です。まずは宮崎、三塁線を破るツーベースヒットでチャンスメイク、そして先制のバットは森、この当たりがセンター前に抜けまして、今日も DeNA が先制1対0とします。菅野から打ちました。ただその後はこのダブルプレーで最少失点で切り抜けたという菅小葉バッテリーです。そして6回の裏、丸打って、ただここはセカンド牧のジャンピングスロー、丸もヘッドスライディング見せましたがリクエストで判定はアウト。ただ2番のオコエがその後見せます。ワンアウトからツーベースヒットで、まあ、このシリーズジャイアンツ初の長打ということになりますが、ツーベースヒットでチャンスメイク。そして打席には4番の岡本、この当たりがセンター前への同点タイムリー、1対1、試合を振り出しに戻します。ただ直後の7回の表、先発菅野からオースティン、この当たりがクライマックスシリーズでは第1号のソロホームラン、ベイスターズ勝ち越しに成功。7回の裏です。ツーアウトランナーなしで小林フォアボールのところ、大貫はここで降板となります。そしてツーアウトランナー1塁の場面、代打秋広、ただここは2番手の坂本が見事な投球で抑えます。そして8回の裏です。ランナーなしで丸の当たり、落ちていればというところでしたが、梶原のスーパープレーが飛び出します。そしてその後オコエのこの打球もサード宮崎のファインプレー、ベイスターズバッテリーを鼓舞していくという DeNA の守備です。そして9回、ワンアウト2塁1塁で宮崎、ただサード坂本、これが今日5つ目のダブルプレーとなりまして、9回裏の攻撃につなげます。ただ9回のマウンドには森原、最後のバッター浅野、見逃し三振で試合終了。ベイスターズが連勝、2勝1敗としているこのファイナルステージということになりました。